しゃれ。ドゥドゥルドゥドゥ。すげえ歪んだギター。どこへ行く I'm lonely。 どういう夢だと。わあ、トランペットいいね。生きてるからないよね。ベーベー描く。すげえ箱型のギターだな。ベけれどもいい。止められやしない。べ描く。Deja vu。 Been a bad a bad Ooh 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 マナトいいね。 Ooh映像もノスタルジックでいいっすね。こう歪みまくった芯のないこのエレキギターが逆におしゃれっていうね、バンドサウンドって面白いですよね。ベースが綺麗なのとギターが綺麗なのとドラムが綺麗なのとってなると逆にね、飽和しちゃってね、良くないのよ。ちょっとね芯を抜くとかね、みんなの足りないこの音域をこうカバーしていくっていうのがバンドなんですけどね、めちゃくちゃこうそんなギターサウンドでもおしゃれに聞こえんだみたいな、これは不思議なんですね。いや面白い。映像もノスタルジック。パートメント B 面白い。ダラダラ見ていく。ようやく見れた。ポチリ。ジュノンだな。フレーバーオブラブか。もうこの環境を入れてるのがめちゃくちゃいいね。ベランダで撮るんだ。すごいいい声。
ただ揺れるとなんだか切ない。フレーバーオブライフね、懐かしい曲だな。合うね、ジュノンは。ほんとこう低い音もスーッとこう響かせて、その環境音とその何もこの小細工のないこの音調整だって、エレアコも結構なんかチーピングな音するし、そのジュノンのこの声をね、そのままこうほんと普段の生活の中で聞いているような見せ方、こうルームで撮ってみたりベランダで撮ってみたり、こうアパートメント B っていうのはなかなかくすぐりますね、なかなかね。さあシャープさん行きたい。さあこれ楽しみにしました。グローアップ1、2、3、4。ちょっとバコンで来た。わあフォンかっこいい、この曲大好き、絶対かっこいい。なんで変わってない、うん、ってく、うおう、鳥肌ってく、メローだね、おう、いいね、シュンと。ビート感がいい。ああ、いいね。いい声。深夜一時台。めっちゃいいね。鳥
鳥肌みのるさんです、これは。いやー、めちゃくちゃ良かった。いや、もちろんね、トーク部分も見てるんですけど、特別版とかもね、あの Hulu のね、特別版の方も見てるんだけど、やっぱこう BE:FIRST が他のアーティストとこう BE:FIRST のことについて話すっていうのがめちゃくちゃいいね。あのインタビューとかドキュメントよりめちゃくちゃ入ってくるんだよ。こう例えばこう個性の、何人の個性どういう風にこう融合させてますかとかね、こうベクトルをどういう風に一緒にさせてますかとかね、例えばさっきのねグローアップだったらすげえ高えなって、な、僕も思うわけよ。その僕からするとBE:FIRSTってみんな声が高いわけ。僕も結構高い方なんだけど、それでも結構そこ出るっていう、まあ、特に僕ファルセット苦手なんだけど、BE:FIRSTってファルセットめちゃくちゃ綺麗、マナトとかキョウスめちゃくちゃ綺麗じゃん。そのなんせファルセットとミックスボイスがめちゃくちゃ綺麗に出る。だから普通のこう一般アーティスト、ミドルキーとか得意にしてるアーティストとかって高えって思うと思う。それはもちろん、そういう話も聞けたりね。めちゃくちゃこのアパートメント B っていうのはこうクリエイティブな部分としてめちゃくちゃ面白いですね。はい、というわけで、なんせ、ね、何も語らずクッククックってこう没入して見ていく動画なのでお許しください。アパートメント B ようやく3つパフォーマンス見れました。白石祈でした。